気温。気温とは大気の温度のこと。気象を構成する要素の一つ。通常は地上の大気の温度のことを指す。気温だけを表す単語は日本語や中国語など一部の言語にしかなく、英語では温度を表すテンパーチャーが気温の意味で代用され、厳密に気温を表す場合はエアーテンパーチャーやアッテモシャークテンパーチャーなどが使用されている。 天気や気候について考えるときの気温は地上の気温である。気温は温度計により測定するが構造や測定値の特性が異なるいくつかの種類の温度計が存在するため測定値を利用する際に留意する必要がある。地上の気温の測定方法は世界気象機関 WMO により規定されており地上から1.25から2.0メートルの高さで 温度計を直接外気に当てないようにして測定することと定められている。なお、日本では気象庁が測定高さを1.5メートルと定めている。普通、蒸気の測定方法を満たすため、温度計や同じような測定環境が求められる。湿度計はファン付きの通風筒や百葉箱に入れられる。温度計が雨の侵入や結露によって、 濡れたり、雪の侵入や霜によって凍結したりすると、水の蒸発や油害による、洗熱吸収の作用で温度が低下し、誤差の原因となる。また、太陽光が直接当たったり、温度計の周りの空気の流れが滞ったりすると、本来の周囲の気温以上に温度が上昇し、これも誤差の原因となる。これを防ぐために、通風等や百葉箱は雨。 雪が侵入しにくい構造になっており、通風塔ではファンにより強制的に、百葉箱では風を通しやすい構造により換気を行っている。なお、ファンの発熱の影響を少なくするため、通風塔内では外気の出口にファンを設ける構造が適切とされている。温度計を収めた通風塔や百葉箱の設置環境としては、本来の周囲の気温に近づけるために、 周囲の風通しが良いこと、日陰になって必要以上に低温にならないために、周囲の一定範囲内に樹木や構造などがないこと、加熱により必要以上に高温にならないように周囲に熱源となるものがないことなどが望まれる。気象庁の気象観測の手引きでは、開けた平らな土地で、かつ近くに金利や 建物などの他の障害物のない場所で行うことと定められており、急な傾斜地の上やくぼ地の中は避けるべきだが、やむを得ず設置する場合は、周囲の気温と比較して特性を把握しておくべきとされている。また、通風塔や百葉箱の下の地面、土壌は、竹の短い芝生が最も望ましく、難しければ、周辺と同じ土壌でも良いが、雑草の繁応を防ぐ。 管理上の理由から人工芝も認められている。一方、照り返しの強いアスファルトなどは不適当とされている。路上の面積は広ければ広いほど良いとされるが、気象庁のアメダス観測所では、むね70メートル以上の路上が確保されている。気象予報に利用するため、上空の気温の観測も行われている。定時、定点の観測として、小ム気球に、 温度センサを取り付けて空に放つラジオゾンデが最もよく用いられている。ラジオゾンデは大流圏を通過し清掃圏内の上空 30km 程度まで到達する。また、航空機も随時、定時に気温の観測を行い、航空気象に利用されている。また、世界気象機関のほか、日本をはじめとした多くの地域では気温を摂氏、で表すが、 アメリカ合衆国では伝統的に歌詞で表すことが多い。気温は普通一定の間隔で連続的に観測される。このデータの中で1日や1年など一定期間における最も高い気温を最高気温、最も低い気温を最低気温という。一般的には単に最高気温、最低気温という場合、天気予報においてよく使われることから、 1>, 1日の最高気温や最低気温を指すことが多い。また、一定期間における平均の気温を平均気温という。気温の統計では、その測定間隔に注意する必要がある。シナップは3時間ごと、または1時間ごとの測定、通報であるため、これらのデータを用いた平均気温は、非平均気温であれば8回や24回の平均となる。 この間隔は技術革新により次第に短くなってきており、アメダスの例を挙げれば2002年までは1時間ごと、2008年までは10分ごと、2008年以降は10秒ごとと改良されている。これにより誤差が出ることもわかっている。平均すると1時間ごとの最高気温は摂取0.5度、10分ごとの最高気温は摂取0.2度、それぞれ現在よりも低い値であるほか、 1>, 1時間ごとの最低気温は摂氏0.2度、10分ごとの最低気温は摂氏0.1度、それぞれ現在よりも高い値であると報告されている。気温は気候を構成する要素の一つでもある。地球規模で見ると、気温は緯度との相関性が最も顕著に現れ、緯度が高いほど気温は低い。渦においても年平均気温が同じ同色の領域は、 遺線に平行な帯状に分布している。これに次ぐ因子は、標高や海流である。渦では、標高が高いアジア中部のヒマラヤ山脈、チベット高原や南メリカ西岸のアンデス山脈が、黄色や水色で表示され、同緯度よりも寒いことがわかる。また、強い暖流のある北、大西洋やヨーロッパは、黄色や水色の領域が周囲よりも北側に大きく、はみ出しており、 同緯度よりも暖かいことがわかる。また、北極よりも南極の方が気温が低く表示されているが、これは北極は海洋であるのに対して、南極は大陸で厚い表彰により標高が高いためである。ネオ平均値や局地では、北極よりも南極の方が寒い。また、夏と冬の気温の差、最短月と最寒月の気温差は、低緯度地域より高緯度地域、 海洋部より大陸部の方が大きい。世界の観測所で最も月平均気温の差が大きい場所は、ロシアシベリアのオミアコンで1971年から2000年の平年値で実に60.2にもなる。1月が45.9、7月が14.3。こうした気温の特性のほか、降水などの特徴を総合的に勘案して気候を分類した。 帰国分が作られている。ある地点における気温は一年周期の季節変化や一日周期の非変化だけではなく、日々の天候や数年かそれ以上の規模での気候変動により変化する。主なものとしては、いわゆる表記と呼ばれる寒冷期とそうでない温暖期、真表記が交互に繰り返す変動が知られており、更新予の約250万年間には、 数万年から十数万年周期でこの変動が起こったと定めされている。現在は五氷期と呼ばれる温暖期にあるが、その間にもさらに短周期の亜氷期、寒冷期と亜寒氷期、温暖期を繰り返す変動も知られている。紀元前500年頃から現在まではサブアトランティックと呼ばれる温暖期にあり、その間にもさらに中世の温暖期、IPCCAR4 によると、 ヨーロッパに限られた温暖期や消標期、アイプッカー四4によると平均気温の低下が一度未満の弱い寒冷期と呼ばれる短周期の変動が知られている。なお、特に19世紀半ばの産業革命以降は地球規模で気温が上昇していることがわかっている。地球温暖化。例えば、100年間余りのデータがある日本の都市、平均気温は上昇傾向にあり、平年差が 最も大きかった年は1990年のプラス1.04で、ついで2004年のプラス1.00となっている。地球温暖化の主な原因は、人為的な温室効果ガスの排出増加とされ、気候変動枠組み条約や京都議定書などの国際的枠組みを設けて対策が行われている。2019年2月6日、世界気象機関 WMO は、 2015年から4年間の世界の気温が観測史上最高だったことを確認した。また、2018年の世界の平均気温が産業革命前比で一度上昇し、過去4番目に高かったと発表した。2015年から4年連続で異例の高温が続き、上昇傾向が続き地球温暖化が進行している証拠だとしている。WMO によると、 2016年の平均気温の上昇幅は1.2度で観測史上最高を記録した。WMO のペッテリータ・アーラス、ペッテリー・トラズ事務局長は、単年の記録の上位20位が過去22年間に集中しており、長期的な気温の傾向は、単年の順位よりもはるかに重要であり、長期傾向は上昇を示しているとした上で、過去4年間の気温上昇は、 陸上と海面の双方で異常な水準にあると述べた。ハリケーンや干ばつ、洪水といった異常気象の要因にもなったと指摘している。最高気温や最低気温のデータとなる気温の観測間隔は、気象台、速攻所、特別地域気象観測所では10秒ごと、観測時刻の1分未満の波数は切り上げ、地域気象観測所では2002年以前は1時間ごと、 2003年以降は10分ごとである。2008年3月26日より、全国の地域気象観測所が、順次10秒ごとの観測となり、気象台等と同様の観測間隔となった。地域気象観測所での気温観測は1994年4月から2002年12月でも10分ごとに、行われていたが、現時点では、当時の正式な記録は1時間ごとの値となっている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。